おはようございます。おはよう。昨日はニュープロジェクトありがとうございました。楽しい配信でした。ありがとうございます。ねえ、本当になんと重大発表はイベント開催でした。しかも船の上、海上です。まあね、船酔いとかね、そういうので心配される方とかいらっしゃると思うんですけど、でもね、全然なんか揺れを感じないというか、たまにね、あの揺れを感じる時もありましたけど、船の上でミニ放課後音楽祭とお写真が撮れるそうです。皆さん、TSS のねタルポからご支援いただけたら嬉しいです。タルポからねご応募できますので、皆さん先着順となっているらしいです。なんか昨日のスタッフさん曰く、そう、早い者勝ちらしいので、皆さんお早めにお申し込みください。定員は100名となっております。多分ね、一部二部その昼も夜もあるので、これの匂いちょっときつい。で、留学さんのそんなに嫌、あんま好きじゃない。そんなこと言わないでよ。おはよう。ナイスデイ。おはようございます。親方さん、ありがとう。乗務連絡今舐めてる飴が龍角さんのこれなんですよね。龍角さん 20% 増量って書いてあるやつ、ハーブパウダー、喉とかにものすごくいいんですよ。本当に喉すっきりする、舐め終わった頃。しっかりと、ヨネヘルカクさん好きなので、朝にちょうどいい、目も覚めるし喉がいい感じになりそうだし、
解説面白かった。そう、 MV 解説はちょっとなんか途中ね少し少々愚痴を言う場みたいになっててデーだったじゃないですか。ホワイトデーだったじゃないですか。忘れたんですよね。冷蔵庫に。昨日言い寄られて終わった後に、そう詰めてきたんですよ。誰とは言わないけど。そのホワイトデーの話になった時に来ちゃったんですよ。で私すっかり家の冷蔵庫に置き忘れてメッセージまでつけたんですよ。包んであったチョコだから保管しておこうと持っていくのを忘れた。やべえと思ったと作っておりますよ。作ってありますよありますよが正解です、ね、そうだから、まあ、今日会えたら会えるかどうかわからないけど渡したいと思うから会えたら渡します。あつつなんか暑そうだね。まさに目の前で熱々になってる方がいますね。熱そうな。震えやばい。やめて。震えやばいから。三つ編み女の子はね三つ編みをねこうやってねほどくとね可愛いんですよ。でちょっとずつ優雅になっていく。昨日ねきつく結んだからね。編み編み可愛すぎない？嬉しい。今日はね朝早く起きたのでねそうより準備が早く終わっております。あのいつもね着替えてから配信してるんだけど、そうここからまたちょっとねまあみんながしてくれなんかのっぴーがしてくれたら喜びそうな髪型なかなかしない髪型ツインテールをして学校行きます。髪下ろしはダメなので大体みんな喜んでくれるツインテールしてすごいね。評判いいんだよツインテール。なぜだかぜメンバーからも評判いいの。可愛いって。そんなことない。でもありがたく受け取っております。なんかヘアアレンジしてツインは確かにちょっと可愛くなるかもと思った。
そう、でもなんかおさげとか部屋、その普通にストレートおろしみたいなツインテールはあんまり、可愛いか、あんまり、うん、自分ではねと思ったんだけど、今目の前で可愛いよって言われたんだよね。どうしよう、何も言えないじゃん。三つ編みツイン、そう、それを下げて言うんだけど、なんかね、あのいい感じに結べば可愛くなるんよ。いい感じで結ぶと可愛いよ。自分で言うのもあれだけど、でも自分で言ったらさ、自分で言うのとか言うんでしょ。もうさ、理不尽すぎるよ。うん、シュークリーム自販機急だな。あー、そうそう、シュークリームといえば、やべえ、忘れてた。今日で朝紹介しようと思ってたやつがあるね。もう49分だからやばい。見て、昨日購入いたしました、濃い抹茶もこ。なんかシュークリームなんだけど、なんかもこだから多分ふわふわで、クリームがとても柔らかいのでこぼれないように注意してお召し上がりくださいらしいです。あのすごいね、そうそうそう、もこ、なんかシュークリームではなくもこって書いてあるやつ、濃いお抹茶。昨日ね、お母さんとね、買い物、まあ、なんかちょっと寄った時に、コンビニスイーツですね、夜ちょっと寄ったんですよ。その時になんか2人で結構するって言って、そうだねって、すごい面白い会話が繰り広げられました。そこで何言って、お母さんが傷つきそうだからやめる。あんま言えない。ピピピポストするの忘れてた。いいよ、写真は自分で、めっちゃ可愛いと思ったの。どれがいいかな。うん、可愛いかも。なんかあれだね、やっぱり よし、では行きまーす、行きまーす。いや、アンドロイドの方大体もありますので、ぜひ見てみてください。ポストいたしましたので、返信、いいね、リポストよろしくお願いします。拡散お願いします。拡散希望です。1億人にバズるなんちゃって。皆さんメッセージかけましたか。ハガキなのでさらっと出してくれたら喜ぶぞと昨日ポストしてしましたけど。
うん、大体はあるんですか。大体はね、Android にあるらしいですよ。すごいなんかややこしい。大体はね、なんかすごい変な言葉ができそうですね。変な文章。おお、あずみんは今日僕対公演ですね。なんか肩出してる。よくないわ。まあ衣装だからね。そうなんだけど、ディフェンスの衣装かけてるよ。みんな見たらつられそうだから見ないように、お気をつけよう。はい、ということで終わりたいと思います。アップさん、ありがとうございます。おはよう。ゆういちさん、そんな褒め言葉ありがとうございます。グループ一だなんて恐縮です。組長みたいな、向こうの組ってなんかちょっとヤクザみたいな。あんた向こうの組出るやなみたいな。スパイなのかな、アズミンって。あんな感じのポンコツね、アズミンがしっかりと働いてくれるかしら。うちの組の情報をバラさないように気をつけてね。ねえ、すごいそういう風に今感じた。うわー、怖いわ怖いわ。あー、仲間なのもヤギかもしれない。うん、今日はあれですね、良くないアザミンを監視しなければですね。って言って私監視できないんですよ。どうしましょう。遠隔操作、ドローン、隠しカメラとか。とりあえず歌っております。うん、若頭、私がもし組長だったら、組長私か。赤頭どうしようね。いや、くるくるが組長じゃない？いい感じの組長になってくれそうで、私が若頭です。そう、確かにアザミンコールはね、定着してないかもですね、向こうの組だと。うちの組だけで